はい、皆さんこんにちは、竹田塾の中森です。今回はですね、いつも、竹田塾チャンネル撮影しているですね、東京の、撮影場所飛び出しまして、なんとですね、京都の方に、来ております。この後ですね、京都港と大阪港の方に行きまして、いろんなね、ちょっと撮影をしていきたいと思ってますので、竹田塾チャンネル関西編ぜひ楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。竹田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法関西編。はい、それではですね、まあ、最後に大学生活でいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、まあ、そもそも大学生活って言っても4年生だから就活ですよね。はい、はい、就活忙しいですか？めちゃくちゃ忙しいです。はい、はい、なんかこうどういう系のとこ受けてるとかっていうのは聞いたとも大丈夫ですか？僕個人としては、うんうん、まあ、不動産系。おお、なるほどなるほど。でそういうところのちょっと有名な企業的なところで回ってる感じで。わかりました、ありがとうございます。大学は実際今結構行ってるんですか？もう単位はほとんど取り終わっちゃってると思うんですけど。そうですね、週行っても1、2回、うんうんうん、まあでも就活あるんでもうほぼ行かない感じですかね、前期の最初の方とかは。まあもう本当に単位取り残ってるやつだけのために行くって感じですかね。じゃあそんな、まあ、通って 今はね、そんなに就活で通ってないってことですけど、通った当時、まあ、メインで結構1年生2年生とかがっつり通ってたと思うんですけど、同志社大学実際通っててみて、はい、この辺良かったなみたいなところってあったりします？良かったこと、まあ、やっぱり京都にあるってことじゃないですかね、うん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 、京都のどういうところが良かった？文化がすぐそばにある。はい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 、日本史好きっぽい発言ですねまあそうですね、はいはいはい、資料集とかで見てた写真が、はい、もう自転車でフラッと行ったらすぐそこにあるんで、はい、結構行きました。実際寺とかお寺は結構行きましたね、うん、枯山水とか見て、うんうん、これかと思って。はい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 、なるほどなるほど。そういう意味だと日本史受験はいいかもしれないですね。そうですね、京都来ると楽しいかもしれないですね、はい、なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、この動画を見てる、まあ、そういうことカンカン同率とか、まあ、G マーチとか目指してる受験生の皆さんに何かメッセージあれば一言よろしくお願いします。受験生、うん、負けない夜はないです。はい、やべ結構辛かった浪人当時。そうですね、まあ、終わってみてでもどうだって浪人してよかったなと思いました。まあ振り返ったらいい思い出だなって、うん、はい、なるほどなるほど、開けてよかったね本当に まあでも本当になんていうかね、特に国語に関しては基礎から積み上げて1年間やってっていうのもあったと思うんで、辛い時期ももちろんあったと思うんだけど、まあ結果としてちゃんとね、あの合格して今も就職活動にちゃんと精を出せてるということでね、まあ今動画ね見てる皆さんも勉強、まあ、春なんでね、始めたてで多分この時期相当辛かったじゃないですか、割ともう周りは大学行ってて、はい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 、ゴールデンウィークなんかは特にねなのでまあそういう時期辛いと思いますけど、ね、来年の春楽しい生活を送れるためにね、はい、本田先生にもぜひ一生懸命頑張ってもらえればと思います。ということで以上にしたいと思います。今日とこの本田先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。